た。お、結構いいぞこの目地な。さすが一級の渡りです。場所が1投目いいの出ました。おはようございます。大和シールドモニターの川本です。本日は伊豆半島伊浜の沖に来ています。この磯は伊浜地区のうるい島という磯の渡りというポイントです。この渡りという磯はよく釣れてとても人気のある磯ですが、ご覧のようにとても低くなかなか乗れない磯です。今日は運よく乗ることができたので、いい釣果を出せるよう頑張りたいと思います。最近の伊豆半島の状況ですが、まだ水温が高くエストリーが多いことが予想できます。ですがこのうるい島は沈み根が多くついている魚も多いので、コマスワークでエストリーをかわしついているメジナを狙っていきたいと思います。よろしくお願いします。とりあえず遠投がやっぱ効いた方が使いやすいので、でやっぱエストリーも多いことが考えられますから、ちょっと遠投性重視でちょっと固めにちょっと今練っています。先週来たんですけども、あのスズミのちっちゃいのが結構邪魔して足元が釣りにならないっていう状況で、あの沖狙っても30ちょっとぐらいのオナガとかそういう感じでちょっとなかなか厳しい状況ではあったんですけども、今日ね、ここがうるい島の渡りっていう磯なんですけども、結構実績のあるところと聞いていますので、ちょっと期待しています。頑張りたいと思います。本日のタックルですが、竿は大島フレームホーク 1.255m30、 リールはインパルト競技、糸ですがアストロン糸タイプ S サスペンドです。浮きが円筒タイプの0号、ハリスがクロロハリスクロスリンク 1.75 を使用しています。針は D-MAX グレーマルチの5号です。この秋の新製品大島フレームウォーク、本日使うのがとても楽しみです。使用号数は 1.25 ですが、伊豆半島ではこの辺りがベストマッチだと思っています。浮きを海藻の中に入れる、まあ、全誘導仕掛けで、まずはこの仕掛けでやってみたいと思います。潮はゆっくり左から右へ行っているのかな。これはちょっとやってみたいですね。何ものか、まず第一投、沈みすぎかな。一投目餌は取られてませんね、まだ。さあでどうなるかな。あ、足元に餌取りできましたね。ちっちゃな石だし、いいですね。これがどれくらい出てくるのか。よっしゃ、食った。あ、うそうそう。今目の前にちょっとした潮のなんか変化というか潮みたいなのあるんで、とりあえずそこに意識して狙ってはいるんですけども、どうかな。足元に巻いたコマセがね、マックがあそこに吸い込まれていってポイントを作れればいいんですけど、よっしゃ、何かな。お、ほどほどいい方かな。あ、ハエネが怖い。よっしゃ。おーし、ぼつぼつの目地になる。さすが渡り。釣れました。伊豆半島の目地なですね。35センチくらいですかね。ちょっと沖の潮目がちょっとあったので、まあ、足元に十分コマセを入れて島台を引き付けておいて、で沖にまあそのエストリーとかわしてちょっと沖のポイントでちょっと魚を出してみました。
食ったかな。どうだ、食ったわけではないのね、あれで。ああ、でも餌は取られてる。棚がもうちょい浅いのかな。ちょっと棚浅くしてみます。そう簡単には続かないのかな。どう、ちょっと餌取りが多いので一回加工オキアミ試してみたいと思います。こっちの方がちょっと比重はやっぱありますので、素早く棚に届くので、ちょっとそれでなんとか餌取りをかわせないかなという考えでやってみたいと思います。おっしゃ、あれこれなんだ、スムブリかな。綺麗な魚、スムブリですね。大きい向きがちょっと餌取りが多いので、ちょっと向きを、釣り竿の向きをこれは南向きに変えてみます。さてどうかな。足元がすごいお気に入りハエネが出ているので、かかったからちょっと大変かも分かりませんけど、逆に言えばすごい魚はついてそうなので、足元でちょっといいのがいないかな。餌取りがきつくなるまでが勝負かな。食っとったんかい。なんだ。お。おっしゃ。お、結構いいぞこのメジナ。場所変えて一発ですよ。いましたね。なかなかいいカットに出ました。42センチやりました。40オーバー出ました。場所が1投目でいいの出ました。さすが9位その渡りです。あ、イサキですね。イサキもいるんか。美味しそうなやつサイズですね。こそこそっと小松の脇に入れたんですけど、やっぱりスズミです。あまりにも外には多いので、ちょっと 0.5 号のアユ用の重りってストンと落として釣ってみます。上からゆっくりやってる釣りじゃしょうがないですね、現状。ん、打ったかな。これも違うっぽいなあ。あー、こっちアイゴの巣か。囲まれたな。豆腐という磯に移動してきました。前半戦の渡りは一応40オーバーのメジナも連れてくれたんですけども、その後アイゴとイスズミのアイストリーが多くなってしまい、ちょっともうどこを投げてもアイゴとイスズミで釣りにならないなっていう状態になってしまったので、随分と距離が離れているので、ちょっと状況がガラッと一変変わっていることを期待して、この豆腐での後半戦にかけてみたいと思います。おー、1投目からなんかシマダイですね、ちっちゃい。わ、たくさんいるな。あ、食ったね。おお、なんだ、結構低く引っ張るぞ。あ、メジナっぽい。やった、
いるじゃん。場所外大成功です。一投目いい方出ましたよ。40まではないですが39センチ。場所外一投目釣れました。39センチ。ポンくらい大きい。とりあえずそれこそ一投目は何も分からず入れたんですけど、ましかけを足元に寄れさと出てきたな、ブダイが出てきたなと思っているうちに、浮きがちょろっと入ったなと思ったら、やっぱ食ったのかなと思ったら、やっぱその後シューッとゆっくり入ってたんで。私が本日使用しているロットですが、この秋の新製品大島フレームホークです。いろんな魚かけましたけれども、元からすげーに曲がってくれる竿ですので、優しくパワーが出ます。これからの冬場のクジ太メジナの細い配送を使うときにとても相性がいい竿と思っております。元から曲がる竿ですけれども、全然やっぱ操作性で不便を感じることもありませんし、IM ガイドと IC ガード、これで十二分に遠投性も確保できると言えると思います。これまで大島というと黒が貴重だったんですけれども、今回はデザインを一新して炎をイメージさせるデザインになっております。このセパレートグリップ、これがやっぱ特徴なんですけれども、本日サバもかけたりしたんですけれども、全然滑ることもなくしっかりと握っていられます。サバになっちゃったよ。イサキとかサバで邪魔されちゃうので、ここは一気にイチゴ玉でドカンと深い棚を狙ってみたいと思います。イチゴ玉でもサバが食ってきちゃう。これまでね、長いハリス取ってその中に浮きをずっと入れていたんですけど、そこから浮き止めをつけて、なるほど浮き止めですけど、つけて、まあ半誘導でちょっと釣り方をちょっと変えてやってみようかなと。なんとかキーパーと言える水、まあなんとかちょっぴりマシな目地だが、足元にチラチラと目地なだろうなって魚が、まあおそらくこれこのサイズだと思うんですけど、見え始めましたので、なんとか釣れないかなと思って、ちょっと沖に仕掛けを投入しまして、沖に餌を拾いに行ってくれる活性の高い魚を狙った形です。そんな大きいガキじゃないけれど、まあれこれ細工して釣った一匹なんで嬉しいですね。一点を配送落としたりなんだりでテクニカルにかけたと言えば言えるのかな、なんとか。一日釣りを楽しんだ後は釣り場はきれいに洗いましょう。お疲れ様でした。今日は西伊豆の伊浜でメジャー釣りやってみました。大きいメジャーも出せましたし、それに楽しみだと思います。全体的にやっぱり外鳥が多くてですね、イスズミやアイゴ、イサキいろいろ釣れました。まあ、アヒソらしい釣りだったと思います。でその中でも、まあ、最後まあ、コマセの巻き方であり仕掛けの調整でちょっと小さいながらもまたメジャーを追加することもできました。まあ、一日楽しみだと思います。またこれから水温が下がってきて本格的なメジャー釣りのシーズンになってきます。ぜひ皆さんメジャー釣りに行きましょう。